始まるよ。はい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 、知っとるん見とるん聞いとるん言っとるん来とるん何しとるん、愛して見たってもうやっとるんやから、怒っとる泣いとるん笑っとるん焦っとる暇しとるん何しとるん、それなら見たってもうやっとるんやから、はい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 、やっとるんやから始まるよ。ヘイ、どうも D です。今日の話は何でしょうね。どうぞ。で、高校でされたわけでしょ、うん、はい、呼ばれたわけじゃない。いや、かまじゅうなことあるんですけど、うん、それが、ね、草野の先代の、はい、ね、草野一家の、はい、息子さん、はいはいはい、と同じ年、うん、いや、違う、まだ一個上ないよ。あ、そっちから買い上がられて、はいはいはい、店を出すことになったわけよ、こっち帰ってきて。ほう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 。で、小山町ジミーボーイズっていう店を出したんよ。あ、そうなんですね。へえ。あれ、ホストの店でもないね、うん、どんな感じのお店だと。行ったことないけどあ、行ったことないですか。うん、そして店を出して、はい、それはもう有名だったら言ったら、しっぽん知らんのよ、はい、その間も。あ、そのお店やってる間も、うん、ほうほうほう、知らんで、あ、そういうことあったやなと。だけ帰りにあるでしょ、大野国の、はい、ね、あくまでなったのか知られたわけよ、はい、あれ、その 大野国のあれは残髪式よなんですけど、あれは何のつながりなの。帰り身内、何のつながりなんですか。俺ももう足行った時、ラーメン食った時に、うん、先輩、やっぱ先輩中よね。まあまあ一応先輩やけ、うん、そんな流れがいろいろあるんよ、うん、あいつ知らんないよ。あ、そうなんですか。酒癖が悪いんですか。悪いらしいよ。またらしいしたらまたまあまあ来るかもしれんけど、はい、そして、はい、ラーメン屋する前の話やけどこれ。あ、まだ海流をやる前ってことですね。はい、もうほんと今夜までとも店出したけどすごかったんよ。へえ。ほんで、あ、これ有名になって、はい、ある日御体の、はい、なんか飲みかかったわけよ。溝下の御体ってね、はい、その時に、はい、ブレーコーやけんして本体に何か言うとわけよね、はい、ブレーコーで。ブレーコーっていうことで酒の席ってことですよね、うん、当然。はい、まあ何か俺はもうその時死んだ頭から聞いた話やけど、はい、ね、はい、ポンとこうしたらしいよ、本体を。本体に、はい、ブレーコーと聞いた。若い人はみんな、はい、パッと動くよね、はい、それを2回したらしいんよ。よう生きてますね。だから、はい、全部見せなくなった。ああ、それでその、まあ、夜のお店はなくなって、そうでラーメン始めたんよ。あれ、もともとラーメン屋らしいんよ、熊本で。あ、そうなんですね。それで帰りを始めたんよ。ほう、全体、まあブレーコーでブレーすぎて、ブレーすぎたのが一旦生産されたわけですね。そう、リセットかけられて、その時に、はい、だから、 ね、二代目先代のね、はい、草野の、はい、校長の息子が、はい、早がって、はい、あちら全部してやったわけね、はい。あ、そうですよね。まあまあ言い方があれ正しいかわかんないですけど、まあケツ持ちっていう今の言い方なのかわかんないですけど、ケツ持ちっていうか、まあまあ、俺もそっちともものすごく仲いいよ。はい、あ、息子さんともですね、うん、はい、両方ともね、はい、死んだんだ息子さんも、はい、ね、俺同級同い年やし、はい、すげえね。俺も後から知ったんよ、そのラーメン屋行った時に、はい、お前なしよ、お前なんかって言ったことあるんだよ、はい、誰がしようか知られてん、帰るの。はい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 、そもそもがですね。そもそもは
で後から流れで知ったわけなんよ、うん、ジミーボーズ見せしようも知られたし、はい、お前がしょったんかって、はい、もう本当のお前ち生きるんよ本当はね、本当は、うん、今でも生きるよ、はい、まあ一応でもまあ一応先輩ってとも言うでしょ、はい、山本かやさんち、あ早すぎる、あ早すぎた、早すぎた、すみません、そこはちょっと先走ったね、先走り、でもずっとじゃあ芸能界のつながりがおったらしいんよ、だってことね、後から聞いたら、うん、で知らんちゅうのも後から聞いたんよ、ね、はい、でその全然もう喋るの嫌やったんやけ、じゃあその要は頭からそのブレイクの話を聞いたわけじゃない、だって高校の時は俺後輩やけ、はい、ナンパやけ、あれ、あそうだ、キャーキャー言われて、うん、そんなになんかそのすごかったんやけ、ルックスが良かったの、ジミーボイスって言ったらルックスも良かったんですか、ポスターまで作ってもう当時みんなあのジーパンに革ジャン、はいはい、ほんとやっぱクールスとか、あはいね、はい、流れがもうね、うん、A ちゃんの A ちゃんの流れがすな、あの、ね、ロカビリー系なクールス、はい、その流れからやけ、あ当時、わそのポクラにジミーボーイズがあったってのは知らなかった、知らなかった、それもうすごかったやけ、もうワーキャーワーキャーやったんすよ、キャー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 、俺後輩やけ、はい、後輩やけ、全くキャーキャー言われんしキャーキャー言われんし、もうあの当時ね、はい、フォワードピシッとして、チャンネル登録、いいねの兄弟もよろしく。